300円クエスト、石を継ぐもの、始めましょうか。ここまでか。どうやら私はここで死ぬ運命らしい。息子よ、ダンジョンを攻略するために石をかけてコツコツ貯めたお金だ。お前に全てを託す。どうか私の夢を叶えてくれないか。はい。父から300円を譲り受けた。お前ならできる。無駄遣いしないようにな。グッハッ。親父。それから時は少し経ち、父の石を継ぎ全財産を受け取った少年は近くの町へたどり着いていた。なんでもうちょっと貯めといてくれなかったんだ。システムメッセージ、これから新たな分身である主人公は操作とありますが、前説は受けなくて大丈夫だ。大体こういうのはよ、やらなくても体で覚えんだ。どこだけ揃えても回復アイテムがないとダンジョンの奥までたどり着けないですよ。どこよりも質の高い、薬草がある。お前150、バカ野郎、お前300円しかねえっつってんだろうが。こっちは痛まず自分のさ、ステータス弱い。まあでも命中は100、当たり前か。回避回心、装備とかもうわ全く何にもないところからさ、本当に最初からなんだ。あんたも町の外にあるダンジョンに挑むぞ。はい、やめときね。あんたみたいなのがいても犬死にするだけさ。いえ、最近はあんたみたいなのもよそ者がダンジョン目当てでこの町に来ては騒がしくなるもんだよ。こいつは、ここはダンジョンと隣接して建てられたんだ。特に歴史はないが住みやすい町だぜ。敵と戦ってるとたまに会心の打ち上げが出るんだが、あれは通常攻撃の3倍に匹敵するんだ。武器を選ぶ時の参考にしてみな。会心率なら関係する。この世界での会心は相当強えな。ということはまず武器屋ちょっと行ってみよう。この町のちょっと相場を知りたい。物の相場を。なるほどな。300円しかないから。あ、ちょっとさっき言ってたさ、会心率はこれでも 10% 上がるだけか。一応この辺は会心率、ヒノキの棒、ヒノキの剣。なるほどな。多分普通にやってたら絶対クリアできねえだ。300円しかねえんだからよ。だから工夫しなきゃいけない。まずは全員話しかけてちょっと情報を集めよう。魔法使いがいるらしい。ここには間抜け面しかいねえ。とんだ無駄足だったぜ。それとも俺にビビって姿のも変えてるじゃねえか。ガハハ。これは RPG 的な話をすると、姿を本当に変えてるということになります。RPG 的なね、そういう読み方をする、メタ的な読み方をすると、なんだここは。どうここつく、やっぱここは俺の聖地や。おやおや、これはこれは小さな勇者様、この場所に気がつくなんてさすがですね。そんな勇者様にだけ扱える伝説の剣、300円でお預けしますがどうですか。ちょっと待ってくれ。どう考えてもこいつ詐欺師だよな。でも一回ちょっとじゃあ聞いてみるか。だってここでさ、マジじゃん。マジモンじゃねえかよ、伝説の剣。キッキッキッ、これでダンジョン攻略楽勝ですね。こんな簡単でいいの？こんな簡単でいいの？マジで。本物じゃん。だって500上がってんだよ。は？行くわ。いいの？こんな簡単にクリアしちゃって。いきなりさ、マジか。そうだよね。こんななんかさ、街の端っこにあってさ、なかなかあそこに最初に行くやつはいねえんじゃないか。だが俺は見つけてしまった。やっぱり RPG いろいろしてるからさ、俺さ、いろんな RPG してきたから、わかるんだよね。手に取るように。この先、魔物の巣窟、ゴブリンやスライムが住みかとする、毒沼の上は歩くとダメージね。なんか光ってる。敵。まあでもこの剣があればね、楽勝でしょうよ。ちょっと。おい、早く、ん？ちょっとね、これ、これまさかこれまさか俺捕まされてるな。おい、おい、捕まされてるな、これな。あのピエロ、さっきやがってこの野郎。命中率これどうなったんやこれ。おい、はぁ、くっそ、俺そうか、装備した時命中率のところ見てなかったのかもしれない。てかこれだからここに出ないんだ。なるほどね、ようやってくれるな。これ騙されるな、確かにな。ここだって出てこないもん、命中率。ところがここでは出てくると。そういうからくりだったのか。本当に大人は汚えな。金のことになるとすぐこれも現実世界と一緒、情弱が騙されるんだ。魔法使いって何でも知ってるんだってさ。父ちゃんが帰ってこない理由も知ってるかな。一度会ってみたいな。悲しいな。魔法使いさんじゃなくてもそのパパがどうなったかっていうのはね、多分みんな知ってるんだよ。でもね、君のこと、お兄ちゃんもダンジョン行くの、ママが危ないって言ってたよ。君のことを思ってみんなわからないって言ってくれてるんだ。でも子供の君はそれを知る必要はないんだ。最近よそ者が勝手に商売してるらしいが、町の外れに乗ってな。全くの勝手に商売。よそ者がいいもの売ってくれそうじゃん。だこの足跡は。ここ行けるだろ絶対。こっちか。あ、こっちだ。秘密の言葉を言ってね。そうしないとこの先には入れてあげられないんだから。こいつとりあえず何か入れないと。これで
は？こいつ入ってんの？いや、してほしくて。とりあえず、扉には鍵がかかってるらしい。どうやら中からしか開けられないようだ。合言葉を探さなきゃいけない。それから、あとはなんだ？ここ行ってないな。プリティプチアクセ。細かいところまでおしゃれしている男子はモテるわよ。これ毒沼のダメージ、毒状態無効か。毒沼がなんかいっぱいあるって言ってたよな、ダンジョン。会心率 30%! 命中率 30%。 これとあの300円の伝説の剣兼ね備えて、まだ 30% ぐらいじゃ多分ダメなんだよな。あれ 0% に多分なってるから、もっと会心ってか会心率 30% やばくない？だって 30% の確率で3倍ダメージだよ。こんにちは。もし魔法使いの指輪を装備してたら特別サービスでバツバツしてあげるわ。すいません、ちょっと待ってもらっていいですか。すぐ用意。すぐに。くそ、早くしろ。ちょっと、もたつ、早く。特別に一回だけおまじない。お願いします。しっぽいぽい。ちょっぴり気持ちに余裕ができた。男女攻略頑張ってね。何が特別サービスでバツバツだこの野郎。お前そんな格好しといてよ。どう考えても誘ってたよな。わざとやってんだろあいつ。おい、ふざけんなよこの店。どうせよ、お前とさ、この右のやつグルなんだろ。おい、そうやってアコギな商売しやがってよ。クソ野郎どもが。二度と来るかこんなとこ。消費者庁はどうなっとるんやこの世界の。あれが許されるか、あれが。あー、ちょっと25ゴールドぐらいなら使って買ってもいい気もするけど、全然上がんないんだよな。プラス2とかしかさ。おい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 、会心、あ、でも命中率が 80% で会心 30%。 これちょっと、これ買ってさっきの 30% 上がるやつ買ったら会心率 60% の命中 110%。 それなんじゃねえか。ちょ、やりたいように一回やってみていい？多分成功法で言ったらダメなんだと思うんだよ。なんかいろいろなんか伏線っていうかさ、できそうだったじゃん。なんか秘密の合言葉だの、あとなんか上の方になんかよそ者がね、この村じゃないやつがなんか商売してるだの、いろいろありそうではあった。あとはなんか左上のあそことかも怪しいし、ありそうではあったが、一回ちょっと成功法でこの村に売ってる普通のものだけど、んニコニコテレビちゃん、集まるわ。もう悲しいな。ダンジョンは沼地や罠が仕掛けられておる。お店で防毒の、あ、そういうのね、確かに必要かもしれない。毒消し装もいるよな。傷ついたり疲れてなくても泊まっていていいんですよ。もちろんお代はいただきますけど。25ゴールド、バカ野郎お前、300円しかないやつの25円ってお前めちゃめちゃ高えんだぞ。ふざけんな、生きていくのも大変なんだからよこっちは。この辺だよな。倒れた仲間を生き返らせるとかって、仲間がいないから俺意味ねえんだよ。だから薬草3の毒消し層1、これしかも毒消した上で HP10 回復するんだ。へえ、いいね。もう絶対これでクリアできないんだろうけど、これどうやっていくんだろうな。この家の中もまだだから謎だらけ。まだ全然ギミック解けてないけど行きます。もうまず一回行ってみる。で、どのぐらい大変かっていうのをまず好みを持って体験しようじゃないか。一回その詐欺にあって、何もできないまま殺されたことしかないから、まだ普通に。いやー、でも結構やばそう。あ、先手取った。ナイス。会心率ですよね。 60% だぞ。ああ、毒になっちゃった。あれ、今なんか手に入れたんじゃなかったっけ。あ、ジェム、え、いや、0円ってなってる。え、でも俺なんかジェム手に入れたって今出てたよな。何なんだ。返事がない、ただの仕方のようだ。まあでもそうだよな、敵倒してお金が手に入っちゃうようだったらこのゲームのコンセプトが破壊されるもんな。300円しかないはずだから、いや、会心が出ないと、あ、会心出ないとこんなきついんだ。ジェム、ほら、ジェム手に入れたって言ってんでしょ。手に入れてないんですけど。あ、あった、ゲームクリア時の生産アイテム。あー、スコアアタックみたいなことできるんだ、ゲームクリア中。こっからが本番ってことか。いいだろう。ちょっと殺される。やべ、殺される。ちょっと許して、殺せ。すいません。あー、しますー。こんな調子でいけるのか、本当に。おい、雑魚敵でもヒーヒー言ってんだけど、俺。大丈夫だろうか。ちょっとやばい。一回全回復しよう。で、
なんで会心が出てくるな、まあ、60% だからな、 60% ならそんな引けないよね、確かにね。ジェムはいいんだよもう。で当たり前だけど経験値も、右側のあのなんか毒沼、ちょっと待て、この毒沼な、毒沼だって毒沼コースもあの防毒っていうもんだっけ、ちょっと読み方が分かんないんだけど、毒を防ぐさ腕輪だか指輪だかがあるじゃん、店売りの。あれ買えばこの右側のルート行くことができる。これ一つのあれを得たな。こうやってちょっとずつ自然界に満ち溢れてるエレメントが発生しようとしても挑む、挑む敵ってこと。いや勝てるわけがない、中ボスだってもう雑魚的で俺ヒーヒーって、なんだこいつは、トロール。どんだけ強く敵が強くなったところでジェムもらえるものは変わらない、ジェムしかもらえないから、このダンジョンに至るところに毒沼が一歩進むことにダメージを受けて厄介。経験値とゴールド、なんだこれは、枯れた天然草がある、最初しても使い道がなさそう、はあ、だけど置いてあるってことはただ意味もなく置いてあるわけじゃなくて、なんか理由があるはずだ、あれを取ってくるみたいな、採取してくるみたいな、そういうイベントがあるんじゃねえのか。あいつのとこどうやって行くんだ、下か、あこ、いや、あーでも毒沼を渡ればいける。あてか下のさ、今さ毒沼をさ無視して渡れば結構ここまであれだな、ショートカットで来れるんだな。ジェムばっか手に入って、ほら下からここ毒沼突きってくればここまですぐ来れたんだ、入り口から。あーちょっと、ん色がなんか新しい、あただのスライムか。あなたはこの先に大きな鎧のモンスターがいるんだけど、不思議なことに攻撃が全く、でも今の俺なら会心だったら通るんじゃねえのか。あ一人で挑むとはいい度胸だな、中ボス。あーそういう系か、これ多分、あでも効くじゃん、麻痺。あまひとけた、開始の授業しゃ、えあん開始、すいません、ちょっと今のやつだと思ったらそうじゃないですね、あ こっちなんですね、あすいません、途中で逃走可能、これは何、これ何、落ちたら戻ってくる術なし、落ちてみるか、どうせさもうあと俺28 HP28 しかない、2回、今回は命を投げ捨てて君も来てしまったが、一度ここに来たら帰る術がないんだ、セブドロの情けだ、そこに僕が使った毒草がある、君も楽になるかい、いやならないならない、あでも救済、あ本当だ、あ本当だ、あなんかこれ下繋がってるのかと思ったら、そういうことね、薬草はたくさん持ってきたのはいいけど、まさか空腹で倒れるなんて情けないよ、薬草なんて腹の足しもならないし、そういうことか、あーここ落ちたらもう最後なのか、なるほどね、あトロール、トロール10で死ぬんだ HP、 ください、なるほどそういうことだったんだね。いやこれさ、雑魚敵倒しても経験値手に入んないし、お金も手に入んないから、雑魚敵を倒す意味あんまない。これってどういう世界線、あー騙された後の世界線か、じゃあこっからやり直そう。おい親父どうしてなんだよ親父、なんで300、ここなんじゃねえか、おいどうりでおかしいと思ったんだよな、左上がよ、おい、やっとを見つけたら看守にご報告ください、その前にた壺だな、その中変な匂いがする、何もない、絶対何かあると思うんだけどな、おい最近ダンジョン攻略者が収まってくるのはいいんだが、ヌストまで一緒に集まってきやがる、困ったもんだ、ヌスト、ねえ配る側じゃねえのかお前、入れねえ、絶対なんかあるけどな、そこな、どうにかして中に、お前、おやんだ、ちょっと頼みたいことがあるんだ、ちょっとで引き入れくれねえか、はい、ひゅー、俺の目に来る言わなかったぜ、なに、ちょっと取ってきてほしいものがあるだけだ、今からいい場所をしっかり聞いてくれよな、この町の南にある木が3本並んでる場所から少し離れて花がある、そこからさらに大きな木のちょうど真ん中にある墓の下に宝が埋まってんだ、一言で言うと町の中央ら辺にある墓の下だ、もちろんただとは言わねえぜ、持ってきてくれたらねえわ、何でもするからよ、頼んだぜあんちゃん、なるほどなそういうことか、いやそうだと思ったんだよ、300ゴールドだけで何ができるって話だよな、こういう救済処置があると思ったんだよ、でこれ真ん中あたりの花があるな、このあたりか、墓の下ね土が硬くて、こ根性でなんとかしろお前、
いやおかしいと思ったんだよ、右側にも行けるからさ、右側にもあんだろって思ったら案の定だよね。ひひいらっしゃい、タコから知れたレアもんだぜ。あのスコップないっすか。おお、ちょっと待ってくれ、なんだこれ。固定ダメージ、固定ダメージってお前。え、絶対、んちょっと、ただしどこ大丈夫だろう。 100% 得にする、 100%。 おいおい、おー、会心 100%。 いや、ちょっと待ってくださいね、これマジであるな。固定ダメージってなんだ。え、絶対いるじゃん。ただ今ではない、今はスコップなんだよ。あ、スコップ売ってる。お、それが欲しいのかい。売り物じゃないか。100個、買います。なるほどだ、ついでにこれ頼もいいか。あ、ここのさ隙間が、あ、ダメか。あのなんか果物がなんかなって、またわらしべ長者的なこと考えたけど違うか。牢屋の鍵、何はともあれ牢屋の鍵は出てる。これ出た、牢屋の鍵ってこことかも使えるってこと。あ、使えるのか。え、これ使い切りじゃないよね。あ、そうだよね。シクシク、わしはただ仮装して子供にプレゼント配っていただけなのに不審者扱いしようって、本当にかわいそうな人じゃねえかよ。おい、どうなっとるんやこの世界は。はははまあでもこいつは悪くないか、こいつは命じられただけだもんな、ここの監視を。おい、あんた本当に鍵を持ってくれると思いもしなかったぜ。あんたガチでマジで俺の命の恩人だぜ。何か困ったことがあれば手助けして。主人公は妹の経緯を話した。食うだけのぜ、俺にとって命の恩人だ、ぜひ一緒に貸してくれ。はあ、仲間が増えたじゃねえかよ。おいおい、ちょっと待ってくれ、これはマジででけえぞ。今まで1対1だったのが、ただあんま強くはないけど、スキルもまあ覚えてないか。いやでもこれはでかい。こいつ寝てますぜ兄貴、ちょっと目つぶってる。え、はあ、兄貴も出しました、もういいですぜ。服装備品か。あ、スコップも装備できるんだ。こうやってちょっとずつ、なるほど、ちょっとずつこうやって殺すぞお前マジで。二度と俺に話しかけんな。結局仲間が増えただけでそれ以上のことは何もできないから、一回じゃあそうだな、毒のあのルート行ってみるか。毒ルート、たださ仲間増えたせいでさ、あの毒を防ぐさやつも2個買わなきゃいけなくなっちゃって、なんか仲間増えたことで得したのか損したのかよく分かんなくなっちゃってるけど、まあこれを2つ装備すれば、であと余ったのが100円なんだけど、それで何をすればいいんだろう。これで一応毒沼ルートに行けるようになった。あとはまあ帰還するぐらいだったらもう死んだ方がマシだと思うんだよな、奥まで調査して。あー、こういうのいるか。倒れた敵を生き返らせて全回復。これでなんかさ、こう何度でも蘇るゾンビアタック、ゾンビアタック作戦でどうだろう。男女に向かおう。多分まだまだな、やれてないことが多いんだろうけど、一回ちょっとこのぐらいで。毒の竜って言ってたな、だから右ルートね。戦う意味ないと思うんだよな、逃げよう。戦う意味は多分ない、だからなるべく逃げるを選択し続けた方がいいと思う。返事がない、ただの屍。この毒ルートさ、これも逃げる。だってレベル上がんない、経験値もらえないし、お金ももらえないんだったら戦う理由がない。だからどんどん逃げていく。そしてこの毒ルートの奥に何があるのか、それを俺は調べたい。さあ、まあこれも逃げる。あー、そっきーもすぐならばこういうこともまああるよね。耐えて耐えて耐えて、なんとか耐えて。ナイス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 。あ、なんだあのレバー。ちょちょ、あのレバーは何かな。これは枯れた天然草ね。レバーがある。あ、生産ポイント隠し通路ボーナス20追加。なんだこれは。おい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 、なになになに。俺に話かけろとはいい度胸だな。返事がある、ただの屍じゃないみたいな。モンスターが化けて襲いが、もう逃げれねえ、まあ、最悪なんだけど。は、殺されるのかこんなところで俺は。許して。あ、でもそんなに強くないか。うわ、これ話しかけないようにしよう、次から。なんだこのムービートラップ。あー、ちょっと死んじゃう死んじゃう、味方が死んじゃう。あっぶねえ、なんとか。なんなんだこれ。ボス討伐35ポイント追加。ボス討伐とかあるんだ。これでなんかポイント結構溜まってるな。あー、見れる場所ないんだ。でも60ポイントぐらい溜まってんじゃないの。
で、こっからマジ未知の領域なんだけど、これ逃げます逃げます。てかもう死にかけてるしさ、あ、これどこと繋がってるかだけ見ようぜ。これさ、あーなるほどなるほどね。あのボスを倒さないと奥には行けなかったんだけど、隠し通路から来た。いきなり確信をつくようなことをしてる。やっぱ毒いるんだな、毒の腕は。なるほど、これ意図せずして俺なんか正解ルートもうクリアしちゃっていいか。ただ奥にいるデューを多分最終的に倒さないといけないんだろうな。それをこの現状で倒せるのかっていう問題はある。あいつな、たどり着けるのか。そもそも左から回ってこないとそもそも行けない。あそこの道にどうやって行くのか。雑魚敵はなんかしんないけど結構よ逃げれるから意外と困らない。あ、こことかどうも。ダメだ。あとこの光ってるあれなんなの。多分バトルになるんだよね、中ボスと。こっちからぐるーっと行って、ぐるーっと行ってこうか。あ、すいません、ちょっと戦う気がないので。あ、こうだ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 で、こうだ。行けちゃうけども、あ、もう着いちゃうけど行ってみる。ドラゴンがこちらを武器威嚇している。ダンジョンボスが挑みますか。一回やってみよう。強そうだね。まあでも戦闘の BGM は変わらないんだね、雑魚と。意外と勝ったりしない。なんかの間違いで2回攻撃はやめてください。あ、でもえこれいける、まさか1回目から俺まさかの。でもまだまだ謎全然解けてないけど全然謎解けてないんだけどさ、ワンチャンあるじゃん、おたけびとかなんかさ、意味のないこと、いや、おい、意味のないことを連打しだした。おい、勝っちゃった、勝っちゃったあー、そうですよね、さすがにね、さすがにそうですよね、簡単すぎますよね、このまま勝ったらね。でも、あ、ちょっとで、でも毒の竜、え、俺毒効かないよ。ちょっと、なんか、おたけのバカだこいつ、バカ、あ、バカじゃなくなっちゃった。でも、あんまり効かない、これワンチャンある、マジで、マジである、これマジである。おい、マジでこれクリアしちゃうんじゃねえの。全然まだまだ解けてない、ギミック多かったけど、これクリアしちゃうの俺。ちょっと、あークリアしちゃったマジかよ。まだ全然解けてない謎が、あの奥とか船行った後の奥とか、あとなんか合言葉とか。ちょっとゲームクリアお疲れ様です。いや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 、全然なんですけど。 C やればできる、その調子だ。ちょっともうちょっと評価頑張っていいですか。さすがにさ、待ってください兄貴、解けてない謎が多すぎて。やっぱ俺兄貴と一緒に旅に行きたいっす。ヌスとかがもやめます、一からやり直します、何でもしますから、俺のために連れてってください。断るふりをしよう。そんな兄貴、俺は本気です、何で分かってくれないですか。嘘だよ、冗談さすが兄貴だ、まんまと騙されましたぜ。まさかこんなこと冗談するなんて。兄貴ありがとうございます、これから人のため、世のために改心します。じゃあ行きましょう、次の街は港がある。おしまい。いや、ちょっと、もうちょっとやらしいとね、これでクリアはさすがにね。あ、一回ちょっとじゃあ止まってみるか。20ゴールで止まることによって何かイベントが起きたりしねえかな。まあ、ないか。おなんだ。おい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 、なんだこれは、おい。そんなところ、お前、あ、行ってんのかこれ、夜中のうちに。いや、でも明るいけど。何をしている、なんだあいつらは。なんか人がいっぱいいたな、おい。なるほどね、面白くなってきたな、おい。そういうことか、行こう。なぜか通れるようになっている。さっきまで通れなかったじゃねえかよ、おい。で、こっからが未知の領域だ。左のここだったよね、確かね。ここ行ん、あれ全然違う。あれ、まあ、でも何は止まる。ジェム1個。ジェムは別になんかゲームクリア、あそこだ、ここだ。何をしている、ん、女の子。うわー、臭い。あ、誰が臭いって喧嘩出るのか。奥に住みますか。女の子を助けないわけにはいかない、奥に住もう。ん、なんだこっちにもクソガキがいやがってか。大人なめると痛い目見るってのは面白すやるぜ。殺す。ああ、全然楽勝なのかよ。なんだ、ああ強すぎる。なんだこいつらは。
いっぺんに全体に攻撃できるなんかブーメランみたいな武器があれば全解決なんだけど、ただそれを買うお金ももしかしたら無駄かもしれない。なぜならまだ行ってないところがいっぱいある。さっき宝箱取ったじゃん、このここでジェムで、これみたいな感じでまだなんか行ってないところに宝箱が隠されているかもしれない。例えばこの上とか、ほらな、こういうの全部見た。何も入ってない。ん？放置された宝箱があるから中身が何も入ってない。そうだよね。まあこういう意味のないものもあるかもしれない。だけど意味が、ああ、こんなところに来ちゃダメだよ。迷宮を攻略するぐらいの実力がないとね。迷宮を攻略するぐらいの実力、どうすれば認めてもらえるんだ。何かした後にもっぺん来ればいいんだな。ちょっと待ってね、後で来るところだこれは。それよりもだ、なんだこれは。ただいま迷宮アトラクション休業中。バイ道化師。道化師ってあのあれだろ、詐欺師のあいつだろ。あいつのところに行ってさ、あのアトラクションやりたいんですけどつってね、ここ攻略して、そしたらあの魔法剣士が仲間になるみたいな、そういう理屈はねえか。違う、あなたのアトラクション、なんだこいつ。あ、これだ。すべての敵に雷を落とす、これだ。しかも何度も使用可能、普通に攻撃としても強いじゃないかこのアイテム。よし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 、ようやくちょっと謎が解けてきたな。まだまだ謎、こんな謎がいっぱいあったんだこの町には。それを全部すっ飛ばしてクリアしちゃったからな。もうクリアできたんだったらそれはそれで一つの正解だと思うんだけどな。でもな、ただ本当はこういうイベントがいっぱいまだまだあったんだ。でここで魔術、こういうことなんですね。なるほど。そして助けてお礼をもらうみてえなさ。畜生、ここは一物大産だ。子供だからって生きになるなよ。兄貴の匂いは世界一なんだぞ。体なんてあらわなくても生きていけるんだよ。お、覚えてろよ。お兄ちゃんありがとう。じゃあね。え、あのなんかお礼とか、あ、忘れた。は、じゃあね。ポイント、あの、え、お金275ゴールドはたいてポイントと、なんかガキのチュー。は、ふざけやがってこの野郎。お前どんだけの金はたいたと思ってんだ、あのガキによ。ふざけんなこの野郎。てめえのなんかチューにどんだけの価値があると思ってんだバカ野郎が。大人なめてんじゃねえぞこの野郎。ちょっとあなた、たった今あのかわいそうな女の子を助けたばっかりなんだけどどうだろうか。僕と一緒に旅をする気はないかい。僕は正義感あふれる青年なんだけど、どうだろうか。どうだろうかっつってんだろうがよ、もう。おい、ちょ、何、マジでこれポイントだけ何にもなってねえじゃねえかよ。はぁ、こんなもんのために、お前もう25ゴールドしかねえよ俺。まだだ、まだ諦めるな。あ、あなたの娘さんなんですけどね。違う、こいつ姉ちゃんだ。ちょ、なんかいい年したおばさんいない？いい年したおばさん、そいつの多分娘なんだよ。助けたんだって、お父さんでもいいよ。お父さん違うな。いい年した親父はいねえか。そいつの娘を俺が助けたっつう話。あなたの娘違うか。ちょっと待ってくれマジで俺。あ、ここに入れるようになってるみたいな、ないのか。っていうかここも結局謎のままなんだよな。あの子のこと私助けましたけど。いや、あの子のこと私助けましたけどっつってんだこの野郎。おい、あの子なんじゃねえの。ちょっと俺マジで何のために。あんたの娘は俺が助けたんだけど、何かないのかな、誠意みたいなものは。ちょっと恩義みたいなものは感じたりしないのかい君は。一体君の道徳はどうなっているんだ。なんとか言ったらどうなんだ。おい出てこい。ダメだ、この町の人間の心はもう冷めきっている。ダンジョンに行こう。本来の目的を忘れちゃいけないんだ。っていうかこのダンジョンの中まだ調べられてないから、全然このダンジョンの中に何かいろいろあるかもしれない。てかあの草とかもさ、何に使うのか分かってないじゃん。あいつとか話しかけてねえじゃん。あいつってか生きてんのかな。これ倒した方が早いんじゃね。あ、そうでもない。あ、そうでもないね。やばいね。これね、やばいね。危ないね。次からは逃げようね。逃げる一択だね。こいつこいつ。いただ。トロールの光景はわく見てた。たまにあいつら会社に気を出してくるぞ。なんかさ、その街で何するみたいなののヒントをくれたりするやつがいたりとかさ、あとさ、フラグになってたりとかするやつがいないか。この先には剣のモンスターが不思議なことに攻撃が全く通らない。そこで多分あの固定ダメージの剣なんだろうな。でもあいつ倒したところで奥の道進めないからさ、あいつじゃなくてなんか緑色のなんかボストロールみたいなやつ、こいつこいつこいつ、こいつの奥に行くんだよな多分本来は。そうだよね、こいつを倒すことによって先手取ったら逃げる一択よ。
あの奥に行けるんだけど、多分こいつ倒すのすげえ大変なんだよ本来。だけど俺は裏口入学したことによって楽勝に行けたんだけど、あいつ話しかけてないな。あいつ出て行くんだ。ここか。こうだ。こいつ話しかけてないよね。あいやー、肝男女攻略に来たあるか。今ダメよ。自然現象で発生するモンスターエレメントが発生して、前に戻った時よりも要注意ね。エレメント、あーだからあの光ってるやつでしょ、白色に。あれも意味わかんないよな。普通に倒したら多分あれなんだろうな、またポイントがもらえるだけなんじゃねえのかな。あ、こいつ話しかけたっけ、この男女のいたるところに。あ、これは話しかけたか。あれ、もうじゃあ大体話しかけちゃった感じ。これ戻ってるもんな。え、結局なんかこんだけ。じゃあまだまだなんかあの街の中にある謎はわからないまま。え、ノーヒントなの。合言葉がわかんねえしさ、あのなんか右への家とかがさ、もしかしてバレてる？はい。はあ？え？はあ！なるほどね。あんた大したもんだね。私の編集を見るくらって、ご褒美に簡単な魔法一つ教えてやるよ。ただし回復魔法のヒーローを教えるのに5時頃でいただくよ。その代わりお前さんに教えてあげる。え？何この秘密の言葉って。目を閉じてよく聞くのよ。秘密の言葉はバルスよ。間違ってバルスとか言ってるんじゃない？ん？あ、秘密の言葉ってあれか。こういうことなんだろ。は？あー、びっくりした。おい、また騙されたじゃねえかと思ったよ。おい、あん時のガキよ、てめえにいくら密にだと思ってる。お兄ちゃんがなんかさ、本当にあん時のガキじゃねえか。ここに来てたのか、てめえ。あの後大当たりリスト、当たりリスト、何これ。ロングソード、ん、何これ。これ何これね。あ、あら、いらっしゃい。ここは1回200円で武器は僕をランダムで。ガチャだ。ガチャね。大当たり特殊武器、おは特殊防具。他は、店で売られてるもの。当たりがね。で、外れはなし。これ大当たりだよね、これが。これ店売りじゃないやつだよね。まあ、確かに強いんだけど、2回攻撃。なんかめちゃくちゃ強いのかって言われると、よくわかんねえ。なんか、そんな強いか。なんか大当たりリストにさ、なんか金1万円とかだったらさ、マジで頑張るけど、当たりが大したことないし、300円ここで使うのも、こんだけだったの。ここ行くためにめっちゃ頑張っていろいろ探してて、ようやくあのニコニコテレビちゃんにさ、たどり着いたっていうのにさ、これだけのために俺こんな頑張ってたのかよ。結局だな、一番右のここ分かんないままだしさ、どうすればいいんだ、あの右は。やっぱりさ、こいつのルートがあるんじゃないかなと思うんだけどな。で、ここでさ、こいつがさ、消えるじゃん。消えることによってこの奥が調べれるようになる。1回目は何にもない。ここからなんか調べれば何か起こるかと思ったんだけど、そういうわけじゃないのか。1回目でできてないことをやろうと思って、だってさ、道化師がなんかあの迷宮作ってるわけじゃん。絶対あの魔法剣士とさ、ピエロ関係あると思うんだけどな。あ、お前何してんだこんなところで。お前てめえ、おいおい、これはこれは小さな勇者様、また会えるなんて運命ですね。あれどういうことだ、おい。おろ、何をそんな怒ってるのでしょう。さっきの件は偽物。そんなことはありませんよ。そこまで言うなら、ヨシスの信頼の証に使っていない小さな船を授けましょう。え、町の北側にある。あれ使えるようになったんだ。あ、こういうルートもあるのか。宿屋で泊まった方が絶対安いだろ。25ゴールで済むのに、おい、300円使ってたぞ。おい、何倍だと思ってた。これ12倍だぞ、12倍。思わずカカロットが、俺の内なるカカロットが出ちゃったよ。お前12倍だぞ。どんだけお前かかってると思ってたコストがよ。300ゴールドでガラクタ手に入れただけじゃないか。ただしこっちのルートだといけるんですね。おやおや、これは小さな人様、ここで来られてさすがでございますね。ここは私めが作った迷宮アトラクションです。旅の始末無事でもチャレンジしてみますか。はい。けさすが小さな人様だ。ではこの迷宮で必要なアイテムを渡しておきますよ。リタイアするときはそのアイテムを使ってください。まあ小さな人様ですから、そんなことはないでしょうが。まずはセーブだ。冷静にセーブ。で、これなんだ。青、赤、青、黄、緑、赤。え？青。次赤だよね。青、赤、青、黄、緑、赤。あ、赤だ。青、赤。次青。で、黄。緑。え？こんな簡単でいいの？あと赤いったら、これ赤じゃないの。これじゃん。え？こんな感じ？え？ここからはヒントが、ああ、はいはいはい。
おお、これは小さなエースはこの迷宮クリアするなんてさすがでございます。どうでしたか、この迷宮アトラクションは。いい暇つぶしになったでしょう。クッケク勇者様もお疲れでしょうから元の場所に戻りましょうか。でそれパズーアトラクションクリア、セサポイント、アトラクションポイント10ポイント追加。300円使って10ポイントもらってもな。ん、あ、もういいのか。ちょっと待ってください。これクリアしたから、クリアした今なら認めてくれるよな、俺のことな、あんた。いや君まだ、あ、だだ、なに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 、地域で発掘されてない過去の遺産、興味があります。過去の遺産というのは伝説の鍛冶屋が作ったと言われる武具、その一つがピエロの格好した人物が持っていたらしくて、物は試し、私持ってますけど見せつけるか。これですか君、その剣はちょっと見せてくれないか。本当に過去の遺産の一つの伝説の剣だ、まさか本物だなんて。その後、あの伝説の剣を譲ってくれと頼まれたが、旅の目的を伝えたら諦めた様子だ。その代わり、旅の目的であるダンジョン攻略後にあの剣を渡すことを条件に、ダンジョン攻略を手伝ってくれることになった。私でなければ君のために力になろう。これもギブアンドテイクというところだ。よろしく。きたこいつ絶対強えだろ。君にはその剣は重すぎるみたいだね。少しだけで私の力で使いやすくしてあげるよ。魔王剣士に手伝った剣を私強化してもらった。きたこういうことだったんですね。伝説の結界、これで命中率が19か。それでもちょっとはマシになったけど19か。ただこいつの強さは魔剣ラミア。強くねえじゃねえかこいつ先生。魔剣ラミアって何これ、何この飾り。みんな1万が魔剣ラミアを売ろう。だってこれマジでさ意味ないもんこれ。でもさすがに売れないようになってそうだよな。だってさ300円でどうにかしてやりくりしてくださいねって話だから、売れちゃったらさなんかダメ。あ、売れる、売れないよね。そうだよね。てか伝説の剣もあるんだ俺。今伝説の剣も持ってたよな。ほら、ちなみに伝説の剣のままだと命中率って 9% なんだ。あ、一応当たることあるんだあれ。 19% になった。まあまあまあ、まあ、多少って感じだなマジで。これでクリア、でももうお金ないからこれでクリアしろってことだよね。あとはできんの本当にこれでクリア。まあ行くだけ行くか。ちょっと待って、なんか伸びてるよこれ。天然草手に入れた。雑草扱いなので店では売れないけど。はこいつ仲間にしたらなんか世界が変わっとるんやが。倒すか、いや逃げよう。この世界において敵はマジで意味ない。あとこれって、これもさ、ちょっとやってみようか。自然界の木が満ち溢れエレメントが発生しようとしています。挑みますか。これどうなるんだろう。あー、そういう感じなんだ。いやー、きついか。主人公の攻撃が当たらないとこれきついけど、 19% 通すの結構大変だけどな。魔法剣全然ダメだもん。え、あ、倒した。なになに、あ、なんか人間には聞き取れない音を発した。ボス討伐成功、15ポイント。あ、ボス扱いか。結構勝てんじゃね、こいつとかもさ勝てるん。いやでもなんか調子こきすぎるとな。まず中ボス倒してからにしよう。そういうのはお前なんか楽勝だろ。一応こいつ倒すのもさ、ジェム、うわすげえな今のなんか魔法陣がどうこうで。うわなんかすげえ強さ。でもよく見たら MP すげえ消費してるからやばい。無駄に倒す、戦っちゃうとやっぱダメだ。無駄に戦わないようにしよう。逃げる逃げる。あ、一体ぐらい、いややめとこう。油断すんな。ラスボス倒せなくなったら元も子もないからな。それで毒に当たらないようにしながら逃げよう逃げよう。あー、いっちゃんだるい。それがいっちゃんしょうもないんじゃマジで。やめろお前、天然草にも限りがあるんだぞ。ただまだなんか生えてるとこ他にもあった気がするけど、こいつなんだよね。こいつ倒せないとさ奥進めないから。うわマジかよ、強そう。やべ大丈夫か。これなんか主人公が 19% 通す以外道ない気がするんだけど大丈夫。ああ、ちょっと許して、通せ 19% お願いします。 19% 通してください。そうじゃないと、ああ、開始で一撃。おっと、お、何何、その技は、ああ倒せ 19% 通して。え、でもこれ相手も会心の一撃出さないと弱い感じの敵だから、俺とお前はなんか同族だったかもし、おっしゃーおい。てかそろそろ19%通そう。ずーっと19%通せないままなんだけど。
こんなクソガキだ。35ポイントももらえた。ちょ、一回、ちょっと草小敷になっていい？ちょ、草、生えてないか。あの草生えてないか。あれ、なんかそこら中に生えてたイメージだったんだけど、なんか全然生えてねえな、よく見るとな。食いつかれてんじゃねえ、バカ野郎。死んじゃったじゃねえか。スライムに小突かれて死んだもん。無理だ。もうこうなったら無理だ。何なんだよそれはよ。おい、ちょっとこのルート難しすぎるぞ。あそこも草生えてる。このルート難しすぎ。あーでもなんか一切敵とか無視して一直線にこのドラゴンまで来てたらワンチャンあったかな。でもまだある、まだある、まだ諦めちゃいけない。アイテムとか何もないよね。まだワンチャンあるから諦めちゃいけない。こいつが 19% を通せば勝ちなんだから、そろそろ確率収束するだろう。いくらなんでも外しすぎじゃないか。あいー、1527、こういうことなんだ。おい、パチンコやるぞパチンコ。おい、これマックスタイプのパチンコな、これな。当たれ勝ちなんだから、これ激アツ来たら勝ちなんだから。ちょっと19%当然勝ちなんだからねえ。ちょっとこれでもひりついてきたな。おい、これだから破らねえな、ギャンブラーよ。おい、ここで当てるんだ、ここで最後の一撃が。これなんだよな。だからたまんねえでやめられねえんだ、7揃えるのはよ。おい、朝から並ぶぞ、朝から。おい、脳汁が止まらねえ。使っちゃいけねえ金を使ってからが本番なんだよな。ゲームクリアを尽くすのしゅ、この歌生産ポイントを計算し、どうだ今回85ポイントやればできるさ。 C なんだ結局。まあそう、おエンディングが変わった。こんなところまで来てもらってすまないね。どうしてもその件が本物かどうか知りたくてね。ここは古代に作られた神殿跡地さ。地方によっては建造物は違うみたいだけれど、君に借りたこの剣、この場所で魔力を込めた何かしらの神殿が剣に反応があったら本物だ。心の準備はいいかい？うん、まあバッチリだけど、多分偽物だと思うけど。はぁ、とても残念だ。これは伝説の剣じゃなかったみたいで。そりゃそうだろ、お前あのピエロ見てたらわかるだろ。え、そうだね、目的のものじゃなかったけれど、これ自体はレプリカとして作られたものみたいだから過去の遺物って言えるよね。さて、私の旅はまた一からのようだ。よかったら君も一緒に来るかい？ふっ、私が認めただけあるね。最高か、次の街は。いいじゃないか、なかなかいい二人旅が始まったな。やべ、天才的なことを思いついた。これなんでこんなものが、おかしいと思いませんか？有用なものがいっぱい揃ってるこの店の中で、一つだけ異彩を放つこのマジでうまい棒。このうまい棒は一体何に使うんだろうな。ここで買える、これなんだよこれ。どこにいても村に戻れる便利アイテム。一回戻れなくて済んだ場所があったよな。で、この後ここに落ちて、皆さん思い出してください。ここに落ちた後、どうしようもなくなったよ。でもこのアイテムがあれば買えることができる。だから積んでいない。そしてこいつを見てください。はっ、それで、おい、来たー。腹減って餓死しそうって言ってたよな、こいつな。そして村の中で売っているもので唯一食べ物だったこれ。ガチでマジでありがとう。君は僕の命の恩人だよ。どうか僕も一緒に連れてくれないかい？ガチでマジでうまい棒くらいは役に立つからさ。見習いが仲間になった。僧侶が仲間になったらこっちのもんだ。右にヒールだぞ、お前。ヒールって、はぁ、勝った。これは勝った、完全に勝った。え、どこ？どこですか、ここ。ハフー、三田のおじいさんを探してたら疲れちゃった。君もそのベッドで休んでいくといいよ。もし三田のおじいさんを見つけた、三田のおじいさん！サンタじゃん。すべてがつながった。そういうこと、何のハートマーク、何のハートマークだ、気持ち悪い。そういうことだったのか。そしてここなんですね、やっぱりそうだと思いましたよ。そういうことか。三田のおじさん、でも三田のおじいさんに会うためには中に入んないといけないから、中に入るためには鍵がいるからスコップ買わなきゃじゃん。で、仲間にして、これで鍵手に入れて、で、あ、なんとこの町に読めないが心配してくるというのはだから抜け出さねば。そういえばお主、ここにどうやって入ってきたじゃ。ふむふむ、牢獄の鍵を、よし決めた、わしここから出してくれ。脱走させる。さあ若いの、トナカイって読むのかこれ、の元まで連れてってこ。あー、来た、おじいさん。こういうことだったんだな。はふう、やっと会えた。僕を置いてどこに行ってたの？え、捕まってた？まさかおじいさん痴漢？マジか、そんなことするわけないじゃろ。もうこの町はコリコリじゃよ。トナカイ、帰るとしよう。
うん、早く帰っておじいさん特製のシチューが食べたいよ。冷えた日に食べるとすごく美味しいんだ。ほっほっほっ。お主ならわしたちの住む北の国に冒険していつか来れるじゃろ。そんな信念を感じよある。いつか君も僕たちの家に遊びに来てね。その時はいっぱい美味しいシチューをご馳走するよ。さ、そろそろわしらも行くかね。さらばだ若いの。いつかまたどっかで会うじゃろ。はっ、え、それだけ？あのポイントとか、あのジェムとかお金とかいただいたりとかはないのかよ。おい、これだけのイベントなの？うん、まあでも囚人仲間になったか。いやでも囚人仲間にするためにスコップ100円使うのってどうなんだ。はい、ってことで戻ってまいりましたと。いやさすがに今回ちょっと SSS を目指したいと思います。まあ、SSS まであるのか知んないけど、 C ランクばっかりなんか認定されてさ、俺もちょっと鬱憤が溜まってたわけ。ふざけんじゃねえ、なめんじゃねえぞと、もっと俺は上のランクを目指せるんだけど、あえて全部のイベントを消化するためにやってただけなんだぞと、それを分からせてあげないといけない作者に。俺は SS トリプル S 最高ランクが俺は獲得できるんだとやろうと思えば。で、仲間の中で一番使えるのは間違いなくこいつだと思う。なぜならこいつはやっぱヒール、これなんですよね。5で10回復で4発撃てる、これがやっぱりでかいわけで。このフレームピースやばくない？命中 100% の会心 100% って常に会心ってことでしょ。それめちゃくちゃ強くねえか、これだ。そして残った65ゴールド大事に大事に、5章大事に。まあ道具屋かな、防具とかって買えるか。一応防具こっちか、こっちに安い防具売ってるけど、65だと、あ、いやいやでかいな、4上がるんだ。これで両方ともに上げるのか、まあそこは好みだろうけど、まあ私的には主人公をこうしたいかな。いいんじゃない？15円、この15円はもう使えないか、さすがに。もうないか。ああ、もう買えないか。まあ、これで、ちょっとじゃあ、最高ランクを目指すんだったら、本当に切り詰めていきたいのね。つまり、セーブ&ロードとか、もうめちゃくちゃ駆使してっていうのも、そういうのも俺辞さないよ。これ最高ランク狙ってるんで、最低でも A。まあ、S で、まあ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 、そのぐらいなら、まあ、許しやろうかな、ぐらい。SS でまあ上出来、 SSS を目指す。まずはこいつで15ポイント。これはこれダメか。この辺でもセーブするぞ。セーブ地獄だぞ。ここから少しでももうあったら利確していくみたいな。右側のルートはいけないから、こいつワンチャン先手取れたらさ、ジェム毒じゃない。はい、覚えました、皆さん覚えましたね。トロールは、先手取れるのでジェム毒。トロールを見つけたら即殺す。ジェム毒なんでね。先手取れるんでジェム毒。あと左の奥にいるなんかさ、偉そうななんかさ、おい。こいつも多分ジェム毒だろ。偉そうになんか佇んでるやついたよな。あいつ鼻へし折るか。こいつな。会心の一撃なら、会心なら貫通するんじゃねえか、おい。それ防御力が売りなんだろ。あ、MP 損じゃねえか。MP 失っただけじゃねえか。ただ二度と話しかけない。あいつはもうダメだ、この世の終わりだ。あいつはじゃあ普通に進みましょう。そうか、でもそんなにじゃあポイント稼げなかった。こいつはジェム毒、普通にジェム毒。ジェム毒さ、なんかさ、あのさ、超絶害悪コウモリいるじゃん。あの超絶害悪コウモリが出るまでずっとさ、なんかセーブ&ロード繰り返して一生さ、あいつを避けながらさ、ジェム毒し続けるっていうさ、そういうのはありなのかな。オッケーオッケーオッケー、いい感じよ。はい、2ターン切ると、でここで35ポイントつけ、さらに
回復かまして、ここまではもう、まあ、必要最低限。こっからまたさらにいくぞ。したいって、まあこいつかな。こいつ右側ってなんかこいつ戦う以外でポイントってないよな、多分ポイント落ちてないよね。はい、勝ち。これ会心の一撃が絶対出る。この武器やっぱ強い、めちゃくちゃに強い。これとなんか僧侶のこまめなヒールを駆使すればマジであるんだよ。この辺ちょっと怖いね。そろそろエンカウントするよ。大丈夫そうだね。オッケー。ポイントの見逃し、マジで終わってるこいつら。もうなんなんだこいつ、マジでゴミがよ。人がさ、せっかく積み上げてきた積み木をさ、ぐちゃぐちゃにしやがって。どんだけ逃げられないんだ。おかしいだろうがよ。おい、はお前、ドラクエでも4回目は確定で逃げるんだぞ。何してんだ、バカなのか。怒りすぎてなんかちゃんと選択できなかった。ああ、毒の町に入った瞬間になんか敵とあれしてエンカウントして、なんかすげえエフェクトが怖くなっちゃった。これ上はいけ、あ、上にいるな。ポイントが落っこちとるの。3体だと、まあでも確実に1体ずつ葬っていけば大丈夫。大丈夫、こいつら1ダメージしか、こいつら1ダメージしか与えてこないから、ぶっちゃけ大した。おい、いいよ、2ターンキル。さらにジェムも多いし、さらに20ポイント、いいよ。そしてこの辺の、これは関係ないんだよね、しかばれないよね多分ね。やめて、あー、もうセーブしてなかったって今思ってさ、怖いからさ、本当に勘弁してくんない。セーブしとこうね。マジで狙ってるんでね。逃げる、こいつらは逃げれるんだよ。コウモリさえ出てこなければ。マジで今回ランク S ランク SSS 狙ってるんでね。ジェムは美味しくいただいて、そしてこっからが、あー、もうあとラスボス倒すだけになっちゃった。先手取っただと、先手取ったらお前ジェムボーナスミニヒール、お前何してる。ここに来てちょっと命令させることができないっていう弊害が、まあでもありっちゃありか。見習いの見習い僧侶減ってたもんな、 HP な。まあ、今のヒールはまあありっちゃありだった。ただ主人公にかけてくれた方がもっと嬉しかったかなっていうところで、もうないか。まあこれが今のところ俺が考えうる限りのまあ最大ポイントだけど、多分まだまだあるんだろうけどな。実際はイベントでもらえるポイントとかもあったもんね、そういうのもあるんだろうけど、まあ、現状俺がなんか今のところやれる感じの最大はこんな感じかな。これで多分倒せるでしょう、ドラゴンは。難なく、そうだよ、もう楽勝すぎるぐらい倒せる、簡単に。で、第二形態になっても大して変わんないから、こいつ普通に多分倒せるんで、猛毒の切りかかるけど、先に萌えの HP がもうなくなるでしょう。次の一発ぐらいで落ちるでしょう、おそらく。落ちない、落ちないとしてもまだまだ主人公の HP 多い。はい、勝ち。さあこれでランク何になるか楽しみだな。あと地味に僧侶のエンディングも見てないから、まあ、それも全部回収して、で多分これ以上仲間はもう増えないだろう、いないと思う。てかそもそもゲームクリアお疲れ様でした。さあ来い。所持金も関係してくんのか。そっか、所持金がいくら残ってるか。でも15円残ってるよ今回。でボス討伐105、迷宮アトラクション、迷宮アトラクションもポイントになるんだ。あ、ジェム15個195ポイント、ソルロレ君認めざるを得ないな。素晴らしい。あ、最後まで君に助けられたね、ありがとう。おかげで見習いから卒業することができたよ。と言ってもまだまだ半人前だ。あと1年くらいは旅を続けていこうと思うんだ。もし君がよかったらでいいんだけど、僕と一緒に旅に行かないかな。この半人前が。そんな僕だって分かってるよ。そこで言う必要ないでしょ。ん、え、そんな下向きで自信がないとこの先一緒に旅をしていけないって。ってことは一緒に来てくれるのかい。は、ありがとう。これからもよろしく頼むよ。じゃあ早速で終わるんだけど、次の町は港がある。おしまい。
300円クエスト2、呪いがさまよう港町、始めましょうか。オープニング見ますか。はい。親父、やっぱり300円は少ないと思うんだ。じい様、大丈夫ですか。じい様、あ、じい様、呪いの近場が強まっていく。しっかりしてください、希望はまだあります。ダメじゃ、あの町にはもう生きる希望がない。伝説の勇者様でも来てくだされば。おお、これはこれは、お若い旅のお方、なんともみっともない姿を。頼もしい形をされている。まるで伝説の勇者様のようじゃ。これも何かの縁、どうかわしらの町を救ってくださらないかの。お願いな旅のお方、俺たちの町を続けてくれ。もちろんだなとは言わん。300円でどこだい。我々を救ってくださると約束していただければ、町中から書き連れた資金過去300円、町人全員の財産を譲ろう。どうかわしらの願いを叶えてくれんかの。はい、ありがたいことじゃ。旅のお金は港町にいる皆から集めたお金じゃ。どうか大切に使ってくだされ。300円ですもうどう考えても少ないやろうが。どうなっとるやお前らの経済状況はよ。どうやって生活できとるやそれで。あ、なんだこいつ、なんか石化してねえか。おい、顔を歪めた石像がある。まるで生きているような生々しい表情だ。メデューサみたいな話。システムメッセージ、これからあなたの文章になる主人公の操作がありますが、説明は読みませんと。大丈夫大丈夫、説明書なんて読まなくてもやれる。小さな穴があるな。なるほど、まあ前作と同じように猫ね。なるほどな、猫はここを通ることができる。まあ一個ずつ調べて回ろうや。どうせさ、前みたいにさ、前作と一緒でいっぱいあるんだよ多分。イベントがな、隠されてんだ。それらを全部回収して回るもよし。まあ多分またスコアアタック的なゲーム性だと思うから。おい、知ってるかい、この宿屋の噂だよ。坂場で聞いた話なんだかな。隣の部屋の扉に鍵がかけられているのはベッドが呪われてるからなんだってさ。人だけじゃなくて物にまで呪いをかけるなんて決定なことしてくれるぜ。実際隣の部屋に泊まった旅人は朝になっても目を覚まさないらしい。この部屋の店主がいなくなったのもなんか関係してるんじゃ。呪いのベッド。ああ、今回はなんかフラグが立つと今みたいな感じで文字が出てくるんだ。あら、可愛い坊や入ってきたこと、私に何か聞きたいの？この町とかどうしそうね。私も最近来たばかりだけれど、呪い？町に住む人間はそう言ってるわね。確かに嫌な気配はするのは感じますけど、私の手に負えませんわ。呪いの前に早くここを立たねばなりませんわ。呪いの部屋、そして町にはびこる呪い。あそこだよな、絶対な。あの部屋だけなんか作りが違うもんな、ほかとな。眠りたいですって、おすすめしません。あそこで宿泊すると呪われて何かが出てくるみたいなやつ。でも本当に泊まりますか？ちょっと待ってくださいね。で、お金取らないのかい？頭が良くなる呪いとかないかな。子供が呪われてしまったらと思うと夜も眠れなくて。呪いってのはさ、外に置いてあったあの石像ってことでいいかい？怖いよ、外に行ってたくないよ。メデューサ的なものがさ。あとこの辺とかもちゃんと調べた方がいいのかな。今んところなんかさ、まあ、前作でもそうだったけど、そういうメタ推理はな、あの1と2でさ、仕様が変わってる可能性もある。作者の考えが変わった可能性もある。1と同じ流れなんだったら、タンスとか調べてもあんまり意味がなかった。たんだけど、なんか物騒な、なんで全部呪われてるんだ。釣りに、あ、でも支障ないんだこれは。ただこれは HP が20、最大 HP が20減る。これは HP は40回復するが、戦闘中のみ使用できる。倒れた仲間を一人生き返らせ体力を全開させるが、使ったものは体力がなくなり朽ち果てる。なんかなんとも言えない。港が呪われてしまったから商品を仕入れることもできなくなってしまった。だから売ってるアイテムも呪われていったのか。以前は活気あふれる港だったんだけどね。今じゃ呪いのせいでこんな暗い港になっちまったわ。なんかまだまだいろいろありそうだな。ちょっと引き続き情報収集。小生意気な女子、ここに眠る。心優しい青年、ここに眠る。はあ。その他大勢、ここに眠る。でも雑だってないか。せっかちなおっさん、ここに眠る。浅はかな少年、ここに眠る。おいら、お腹減ったまんまなんだ。食べても食べてもずっとお腹鳴るんだ。好き嫌いしてたからこんな呪いか。あ、呪いってそれぞれ違うんだ。だから石化されてしまったやつもいれば、こうやってずっとお腹が空き続ける呪いにかけられたやつもいる。あ、なんか奥行け、あ、行けた。何が引っかかってたんだ今。なんかここ引っかかるんだけど、まあ、あれ関係ないか。いっぱいいんだけど、なんか、上、上に、あ、こんな状態じゃ怖くて声が出せないよ。全く、いつになったら前のような活気あふれる。いや、ちょっと、上、上、上、ねえ、あんた、右じゃなくて上見て、上、いるんだから上に。おい、ちょっと、なんで誰も溺れている。ねえ、
溺れてるって誰か溺れてるってそこにちょっとここの右になんかんこれだちょっとああ町の中があんな風になったせいでここに来る人が増えたのはいいんだけどさちょっと複雑よね俺は全然いいと思うけどなな賑わってさえいればなもっとこっちを向いてくれないかいなんか神経臭くて嫌になっちゃうよな町中かよ俺はもっと楽しみたんだよな一緒に踊らないかいこの港町にはたくさんの思い出があるの私の踊りで呪いが解けなくってもみんなを元気づけることはできるはずそうだね少なくとも俺の心は元気になったよありがとう彼女は大きな町でも有名な踊り子だったんですが、この町の噂を聞いてから自分が港を元気づけるんだと言って、ここは日夜踊り続けているのです。本当にいい子じゃないか。あ、こんにちは。もし30円持ってたら特別サービスへのお粉。お願いします。じゃあ準備ができたらこっちに来てね。はい。準備はもう常にできてますよ。もうギンギンです。じゃあ行くわね。チップイップイのチューッ。ちょっぴり気持ちに余裕ができた。え？あ、でもなんかちょっと嬉しい。ちょっと嬉しいかも。あ、はい。あ、嬉しい。嬉しい。バイバイ、またね。え、もうダメなの？はい。やべ、何回でもしちまう、これ。ダメだ、これ。もう一生してしまう。ダメだ！こんなのに惑わされちゃいけないんだ。30円でこいつのキスを買ったんだ、俺は。え？一回払い切りじゃないだと。毎回30円かかってたのかあれあーまあでもあと7回全部キスでもう僕チューしてもらって終わろっかなこのゲーム気持ちよくなって終わろっかなもう俺はこの街に着いてからまだ日が浅いがこの人民は目は腐った魚のような目をしているそんな中今踊ってるあの子はみんなのために毎日ここで踊っててけなげだと思わないかいんうるせえな俺を起こすんじゃねえどうせ起きてたら辛いだけで夜中になると教会の方から変な物音が聞こえてくるんだ裏には墓場しかないし墓から屍が出てきて運動会でもやったりしてな夜中になると教会からねえいろいろ分かってきたなもうこの町は終わりだよ呪いで海が荒れて船も出せないほっといてくれあとこいつかこんなところでも誰かの拠り所になっているのさあまり現実を持ち込まないでくれよまあでも現実逃避しすぎるのも問題だと思うから難しいよなあとニコニコテレビちゃん視聴できませんこの動画を見ると呪われてしまうため視聴できません前回みたいになんかさ何度も何度も話しかけてっていうのはさすがにないよな前回と一緒の謎解きは謎解きというかギミックは用意しないよねさすがにねあでもなんかいろいろ分かったちょ戻っちゃっただからあの右側のあれ何なのこれ絶対誰か沈んでるってね助けてあげようよあいつになったら船が出せるんだ誰か何とかしてくれで終わりかまあ今回もなんかいろいろありそうな感じだねまずは夜になるとどうこうって言ったらそれを確かめてみてえなあと宿屋自体もなんか泊まるとなんかあるみたいだしあとこの子な何を見ているんだろうなこの子はなあとはこっち行ってないかまだね、このロープでさ、溺れてる人助けてあげよう。絶対溺れてると思う。何覗いてんだ、この野郎は。うんちゃん、乗られてるの？ここの家は入れない。こいつは？この町は終わりじゃ。広いな、今回。ワンと違って。寝たきりってこと？普通に寝てるだけ。ふて寝してる。キー、私の胸が小さいな。乗られるせいに決まってる。あなたもそう。うん、僕はそう思わない。チッパイにはチッパイにしかない魅力もあるんだよ。何を私の胸がもともとまな板だっていうの左はささとか言ってる。いや、誤解だよ。貧乳はステータスなんだよ。あ、ラーメン屋の呪い。こんなところにいないで早く呪いをかけたやつをぶっ飛ばし。え、呪いで貧乳になってるってこと？諸説ある。そのままでもいい。なんだろう。ちょっと複雑な気持ちだな。でもね、あのね、これ難しい問題だよ本当にちょっと語っていいかあの貧乳の素晴らしさを語る一部の性癖の方がいるじゃないですかまあ俺も何をしているおいどうしたぶつかり稽古かえいんもうそこのお兄ちゃん魔法修行の邪魔しないで魔法の修行だとボロボロのかかしどう考えても肉体的ななんかあれをしてる気がするんだけどなお母さんこんにちはまた娘がかかしを殴っていて近所に迷惑かけているのかしらそうだったらごめんなさいねなんか魔法の練習訓練をしてるようには見えないけどなあれも呪いなのか一種のなんか認識を変えられるみたいなあとここはここなんだこれ魔法えなんだよそれが欲しいのかい売ってやらんこともないがあ、くださいあんたには必要なさそうだけどね見習い魔法使いが覚えておきたい3つの基本魔法の書いらっしゃいます
なんか知んないけどさ、手に入れちゃった。めちゃくちゃ下がるんだけど、でもこれだけ上がるよ。死に近づくだと？かっこいいこと言ってんな。あ、猫になってしまう呪いがかけられている。これはいる、絶対にいる。いろいろ集まってきたな。ジョーちゃん、この本はどうだい？お兄ちゃん、何を、また修行の邪魔するの？違うんだよ。あ、もしかしてその本って、うん、そのお兄ちゃん、よかったら私にその本ちょうだい。いいよ。あ、本当に？ありがとうお兄ちゃん。これでお母さんの呪いも解けるようになるかな。一生懸命魔法を覚える。うん、まずは実践で鍛えないとだよね。お兄ちゃんについて、俺についてくんの？あ、まあでもこれで一応ダンジョンに行く前に魔法屋のおばちゃんも誘ってこう。あのね、あのぐらいの年の人をね、おばちゃんって呼んじゃダメなんだよ。まずはそっから覚えようか。いらっしゃいませ、何をお求めですか？あら、後ろにおまけがついてるみたいね。おまけじゃないもん。あらあら、まあまあ、新しいお供を連れてダンジョンにでも行くのかしら。おばちゃんも一緒に。ああ、おばちゃんはダメだって、お姉さんって呼ばなきゃ。前にも言ったでしょ、何度も言ったら分かるのかしら。だって私弱いもん、まだ魔法使えないもん。その手に持ってるのは何？せっかくもらった本も読まないで人に頼ってちゃダメなのよ。字読めないもん。じゃあダメだな。そうね、小畑はね。でも急に病弱になって咳が出るようになったのなら、キノコの魔物がかけた呪いかもしれない。キノコの、そいつが通った道にキノコとか苔が生えやすくなっているから、ダンジョンでキノコを見つけたらそれを頼りに行けば見つけられると思う。キノコの方に行けばいいの？多分ね。詳しい場所は私にだってわからないのよ。本に書いてることしか私には知らないの。ふーん、じゃあキノコを見つけたらそっちに行こうね。大丈夫かしら、気をつけて行ってらっしゃい。なるほど。ちょっといろいろ並行してやりすぎて頭ちょっとま、わかんなくなってきた。この辺なんか呪いかけられてそうだから怖いんだよな、この辺買うの。あとこれにお金使っていいのかっていう、てかまあ80ゴールドしかもうないし、なんだったら、酒場行こうと思ってると立ち寄ってみたけど、こんな状況になってるとはな、売ってるものも大して使えなそう。いらっしゃいませ。全部呪われてるけど全部呪われてるんだったらダメだよな。まあ前回も物売りのなんか店売りのものはあんまり意味がなかったから、でこういうことですよね。はい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 、通れると。そしてこの子と話を、しまして、おいおいおい、君も呪いで猫になってしまったのかい。私も呪いのせいでね。もちろん猫になる前は人間だったさ。昔私のところへ来ていた猫たちには毎日お餌をやったのにね、なんで猫になる呪いをかけられたのかさっぱりさ。しかし猫になるといいこともあるもんだ。そこの宿屋の娘可愛いだろ。人間だった頃は近づくこともろくにできなかったのに、今なら膝の上になって乗れたり、久しぶりに話せる相手ができて嬉しくて、ついうっかり今言ったことは忘れてくれたまえ。そうだ、俺もいい機会だ。実はダンジョンってどうなってるか気になっていてね。一緒にダンジョン行ってみないかい。多分猫の姿ならモンスターも相手にしないだろうしさ。しないよね。化け猫の恩返し。お互い人間に戻った時は美味しい酒でも引っ掛けて猫になった時のこと話し合えるといいね。こいつ中身おっさんだろ多分。なんか宿屋の子がどうのこうのとかよ。まあでもこれで、あ、で猫になってる状態だとなんか襲ってこないとか言ってたよね。本当なのか。男女行ってみるか一回。ちょっとなんかさ、いろんなイベントが並行してあれしすぎてて、ちょっと一個ずつ潰していかないと。来るか分かんない敵をずっと待つのは暇なもんだな。だな。うん、なんだ猫かってなるのか。噂をすればなんてやるだぜ。久々の遊びやって、ちょ猫ですよ。あのよく見てくる。猫なのに猫でも攻撃してくんのかよお前。まあでもこっちはお前何体いると思ってた。おい、多勢に無勢だろこの野郎。お前3対2か、いい勝負だな。よくよく考えたら、冷静に考えたらそんなでもないとか、強くないこいつら。ちょっと大丈夫、負けちゃうよこのお前と。おい、ちょっと少女、お前なんか魔法使え。あ、いけるか、いけるいけるのか、大丈夫か。やばいぞこれ、猫大丈夫か。猫を狙わないでください、やめてください。おー、よしよしよし、ジェムゲット。おい本気出すなよ、遊びじゃねえのかよ。あっぶねー、遊びじゃねえのかよって、お前こっちのセリフだよお前。少女に何お前。セーブして。最近の港町じゃ見かけなくなったけど、ここにはまだ蝶々がいたんだな。昔餌をもらいに来て猫が追いかけてたらよく猫が、あ、こっちはキノコ。なるほどね。蝶々を追いかけていくことによって猫ルートに行けるようになると。まあ順番ボスっぽいな。勝てんのかこれ本当に。やばくねえか。これ装備するの忘れてたね。ほんでね、アイテムもなし。まあ行こう、セーブしたし。待て、蝶々話しかけて、あ、ダメか、やるしかねえか。いや3対1だし、
いや怖っ、なんか全然可愛くない。うわでも主人公、あ雷魔法ナイス。でも全然食らってない。どえや、猫は倒れた。いやでもまだわからない、主人公の HP がすげえ多いから時間かければ勝てるんじゃないか。でもなんかリジェネついてんなあいつな、やべえか。いやでもこれワンチャンあるでしょ、瞑想。あー20か20ぐらいなら。なんで急に当たらなくて、当たらなすぎだろバカ野郎お前。ちゃんと狙えバカ野郎が。こんな図体でけえんだぞ、適当に殴ったら当たるんだろうがよ。ちゃんとやれバカ野郎が。人の命かかってん、猫の命と少女の命かかってんだぞこの野郎、もうちょっと真剣にやれ。瞑想がうざすぎる。これまたさ前作と一緒でさ、主人公以外はこれなんか命令できないシステムだから。まあでも命令できたとしてもなんだよな、結局大してなんかないし少女。わあ、吸い殺されてしまった。まあでもだいぶ削ってるだろこれ、いけるだろさすがに。バカみたいに攻撃が避けられない限り何をしている。ちゃんと狙えバカ野郎。あいつなんか瞑想とかしてるし、もう多分もうちょっとなんだよ HP。 会心の一撃はなんでこんなになんか仕事サボってんの、会心出なすぎだろ。そろそろなんかさ会心出たりしねえの。ちょっともう終わってるこいつマジで。おいお前なあ、もうこいつもイライラするな。なんでこんな命中低いんだよこいつバカが。見たら分かんだ、これどんだけ図体でかいと思ってんだよ。何してんだこいつマジで、終わっとる。なあ、しかも最後まで。ああ、もうこいつ腹立つ。ああもうこいつマジで腹立つ。なるほどね、分かった、分かりました。そしたらもういいです、猫ルート一択で、猫ルート一択で行くんだったら武器買いますもん。なんか大事に50ゴールド80ゴールドだか貯めてたけどもういい、知らねえ。あーもう猫の姿と伝わらない。こうか、80でちょうど買えるのこれじゃね。あーでもなんかいろいろ下がっちゃうな、攻撃力を削って。攻撃力とんでもないことになるな。でもな、戦闘中以外は装備者の HP を吸収し続ける。なんかまともなやつないのか。心霊の仲間の数だけ戦闘中、今の俺にぴったりじゃねえか、これだろ。心霊の仲間の数だけ攻撃力が上がるんだったらもう完全これだろ。どうせ猫なんてもうすぐ死ぬんだからよこんなもん。あとついでになんかさ、いわくつきの宿屋でちょっと泊まってさ、そこまで言うなら分かりました、お代はいりません。これで HP 回復しようぜ。寝るか、なんもないじゃん。ん、なんか一瞬、はあ、なんやこれは。おい動かせない、なにこれマジで。はあ、ちょっとしかも HP 回復してないし、はあ、ちょっと待って、なにこれ、スケープゴートって何。ああえ、どこやつよ、見かけ倒しがよ、図体でけだけじゃないか、無駄になんか目光らしてよ。なんだこいつよ、見た目だけかお前。ああ、でも瞑想としては、なんだ瞑想、おい瞑想で俺が抱いてるダメージと一緒じゃねえかよ、一旦無駄にしてバーカバーカ、はいおしまいだ。さっさとやらないだけすな、あいいのか、敵倒しちまっていいのか。味方が倒されれば倒されるほど俺は強くなるんだ、見たかこの攻撃力倍増しとるぞ。そして次は少女お前は殺すんだよな、そうすると俺の攻撃力がさらにアップしてこうだ。はっ、たいもない、夢悪夢もっとしたい。35ポイント。じゃあのちゃんと回復してもらっていいですか、やるや止まった理由って。あの、あ、呪いが解けた、こうやって呪いを解いていくんだ。あのボロボロで死にそうなんですけど、しかも結局回復させてくれない感じ。あの回復していただくことはあのできないでしょうか。ちょっとは部屋はあのままにしようと思います。あの俺客だよね。泊まらせてくんない。結局なんか回復しようと思ったら普通に余計ダメージ食らって、ちょっと回復する術がないんですけど、やばいって。え、
こいついたっけというか、そういえば町の下方でなんじゃか怪しいやつがいたの。怪しいやつ、あと教会行ってね、よく考えたらお前じゃね、怪しいやつって。綺麗なお姉さんだ。果物を絶対食べちゃダメ。なんでダメなのかって私も知らないわよ。でも取るだけなら問題ないのかしら。それにその果物は取ってもすぐにまた実る。悪魔の実みたいな、こいつだろ怪しいやつって。クククいらっしゃい。はあ、いろいろあるな。別になんか、え、お前何してんの、お前。怪しい。なんだお前、お前もこの穴から中を覗きたいのか。いいだろう。しかしこの穴を俺最初見つけたんだ。3時頃だ。あー、もう何を覗いてるんだ。え、覗く理由あるか。普通に話しかければよくね。あなたは街の外から来たのよね。首にスカーフをした白いのを見かけませんでしたか。もしかしたらもう、私はどうしたらいいの。不幸な街娘。ちょっと待ってくれ、もうイベントがもうちょっと抱えきれないぐらい、イベント一個ずつ消化していくにしてももうちょっと限度があるだろうが。あと教会も行ってねえな。教会は、私の彼は呪いで魔物の姿になってしまったの。弱虫だけれど心優しい彼は、町の人がこれ以上怖がらないようにと人目のつかないところへ行ってしまう。なんかで聞いたことあるな。ドラクエ7かなんかで聞いたことある気がするな。もし心優しい魔物に出会ったら戦わずに優しく見守ってあげてください。そして私は今でも彼のことを思っている。ちょっともう無理無理無理、抱えきれない。ちょっと何個俺やってんだよ。ダブルトリプルフォースブッキングだよ。フィフスブッキングぐらいしてるぞ。今日も街は不安な空気に包まれていますが、皆さんに幸あらんことを。アーモン教会になんか、あの、生き返らしてくんない？あ、ダメなんだ。仲間生き返らせられない系の RPG なんだね。ってことは、もう二度とこの少女と猫は。RPG のお約束じゃないのか、そこは。生き返らせれるんじゃないの？ってか、でもこのままで行った方がいい気がするんだよな。なぜなら、これをこのままで行くことによって、俺は装備効果によって、とんでもない強さを秘めている。あの武器によって。だから、今だったら、しかもこいつらもういないし。え、な、お前、ん？お前、死してなお喋るのかよ。あ？え？あー！あー！あー！なにここ？何よあんた、いや変態よ変態。さては最近モンスター界で噂になってる変質者ね。みんなで来いよ。ちょっと待って、違うんです、そういうつもりじゃ。これだから人間は私たちの入浴を覗いた挙句上から降ってくるなんて全く信じられないわ。くっそ、まさかの死に方をした。どこまで戻されるって言うんだい。んこれは一体どこだい。宿屋のあいつ倒して、で、他のイベントも受注してきましたと。で、今回は、なんかうまいこと言って少女が、助かってます。なんで攻撃力が大して上がってないんですけど、大して上がってないって言っても倍増はしてるか。で、もっとね、倍増してるはずなんでね、本来。で、化け猫の顔して、これ猫になると多分、雑魚的出なくなるんだろうな。え？あ、出るのか。なんだ。たまたまだったんだ、1回目で。ここの奥が猫だと通れるんだよね。あー、そうだね。で、この奥なんですよね。あー、まあ挑むか。普通に勝てるでしょう。今回少女がまだ生きてるんですけど、多分この HP なんですぐ死ぬと思うんで、死にますよね。そしたらさらに俺の攻撃力がこれもんなんすよね。負けるわけねえんだよな。はい、勝ち。にゃんだにゃんだ、せっかくモンスターに襲われないように猫の姿にやったのに、こんなことになるなんて。にゃん。おや、もしかして君は私のところへよく餌をもらいに来てた野良猫くんかい。まったく恩を仇で返すなんてとんでもないにゃ。は、それはすまないことをしたね。でも恩を仇で返された気分ってのはお互い様だろう。にゃんだって。じゃあ猫の姿から戻してやるにゃ。感謝しろにゃ。あ、また今度餌を食べにおいでよ。当たり前にゃ、ちゃんと用意しておかなかったらまた呪いをかけるにゃ。まあおっさんだろうな。おっさんどころかジジイだったね。おお、戻れた。そうだ、このダンディなヒゲ、まさしく私だ。ありがとう旅人さん、あんたのおかげで元の姿に戻れたよ。私も娘のため、いや港町、いや君のために協力したい。一緒に行こうじゃないか。やだやだ囚人が、パやだやだ囚人、化け猫討伐成功。周囲から呪いの気配が。はあ、生き返るんだこいつ。でもなんかまあまあ強くない？いい感じだな。いいね。
で、宿屋に泊まれるようになった。ただいま、宿屋の娘。宿屋の娘ってお前名前で呼んでる。お父さん。お前たちなんかちょっと特殊な家族なんだね。今までどこに行ってたのよ。宿屋の娘、すまなかったね。実はな、町の外に出た時にだな。もう宿屋の娘には私の気持ちを分かってもらえた。旅人さん、まだまだ町の呪いは解けていません。行きましょう。おー、これでイベントクリアってことか。なんかあれだな、ワンの時と比べてイベントを一個一個潰していくみたいな感じなのか。ワンの時はさ、なんかいろんなルートがあって、どういうルートでもありだよみたいな。で、最終的にスコアをね、止まらしてくんねえの。宿屋として機能してねえんだけど。ここ化け猫の皮って一応防御力上がるからつけといた方がいいんだよな。で、ダンジョン行って、今度は少女ルートの方行きましょう。お母さんを助けよう。お母さんはキノコの生えてる方角に向かっていけばいい。こっちだよね。ここだ。見つけた。魔物に戦いを挑みますか。はい。かわいい。かわいいけどごめんな。ちょっと人間のために。デッドウォリア攻撃が93、猛毒系だるいけど、うえ、43いいよ。81、ジジイも本気出してきた。ジジイ強い。おー、いいね、ジジイ強いじゃん。いいよ。コロ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 。生産ポイント、ボス討伐20ポイント。シークル呪いの気配が消えた。どこの結果の解除された気配がした。これでお母さんの呪いが解けて健康な姿に戻ってるんじゃないのか。お母さん、ただいま。お帰りなさい。ねえお母さん、元気になった？お母さんは大丈夫だよ。それより温かいキノコスープを作っておいたよ。皆さんも一緒にどうぞ。そんなのいいからジャンプしてみて。この子ったらもう。あら、なんだか急に体が軽くなったような。ジャンプだよ、ほら。ほら、元気になった。なんだか咳も止まって体調も良くなってきたわ。そうだよ、私が魔物をやっつけてきたから。この子ったらもう。ほら、じっとしてなさい。してるよ。このリボンと服はね、偉大な魔法使いが使っていたものよ。あなたも立派な魔法使いになりなさいね。うん。ほら、じっとしてて。は。あ。ほら、可愛くなったわよ。じゃあまずは文字を読む練習からね。ねえ、私ももう少し冒険に行ってもいい？好きなようにしなさい。じゃあもう一回ダンジョン行こっか。おしゃれ少女がパーティーに変わった。かわいい。あ、なんだその蔑むような目は。逆にいい。こっちの方がいい。俺がいる。なぜだろう。たまらねえんだ。もう魔法覚えてないのかよ。結局体当たりじゃねえか。でもいいね、パーティーも増えてきていい感じになってきたな。そしたら引き続きイベントをこなしていこうか。あ、ちょっと待て。あのさ、これ売っちゃって化け猫にもう猫になれないけど、釣り竿を買えばさ、もう猫になる必要多分もうないから、釣り竿を買えばあそこに行けるんじゃねえのか。ここで釣り竿をなんで装備をすればいいのか。だが何言うと、おい、釣りする。あ、こういうことか。そこの君、何？ここだよ、後ろだよ。残念でした、実は署でした。いやいやいや、驚かないでくれたまえ。少年よ、こんなところで釣りをしてても帰れない日も釣れないぞ。こんなところで油ってないで僕と一緒にお茶でもしないかい。カエルと一緒にいるのなんて恥ずかしいって。は、なかなかきついこと言うね。実はさ、こんな姿になってから一人で街を出るのが恥ずかしい。あー、やっぱり呪いか。びっくりした。少年さえよければ一緒について行ってもいいかな。もちろんな。4人パーティーだと。少年よ、君は優しいな。ガチでマジで嬉しいよ。よし、君が楽しめる糸に引っかかるから釣り上げてくれ。仲間増えた。カエルの王子様、カエルがパーティーに加わった。こう見てもどっかの国の王子だったんだけどね。ああ、おとぎ話みたいにキスで呪いが解けたりしない。隊列はいじれない。キスで呪いがね、キスをしてくれる人いないかな。おや、こんにちは。私、はい、あの、後ろカエルさんにしてもらうことはできないでしょうか。あの、カエルに、あの、
あの隊列がいじれねー、くっそそういうわけじゃないのか、この子じゃないのか、まあ、でもなんかあるんだろうな。あ、なんかいる、増えてる。お前、え、飼って犬がしていた赤いスカーフを彼が持ってきてくれたの。町の外に落ちてた。町の外には凶暴なモンスターがいるって聞くし、飼っていた犬はいなくなってしまったけれど、素敵な彼と出会えた新しい事実を歩めそう。あの、この人多分犬です。この人多分あなたの犬です。あとお前、お前何見てんだ。いや俺も覗きたい、俺も覗きたいよ。うん、俺も覗きたいんだ。は？は？おい！爪をどこ行った、どこ行きやがったあいつ。おい、こっちに逃げたなあいつな、こっちだな。こいつ、5つ子。ん、ここは俺たちのスリカだ。無断で入ってくるんじゃねえ。って、お前はさっきの覗き野郎じゃねえか。へへ、ちゃんと覗けただろ。くく、さっき言ってたかもか。こいつまだ金持ってるかもしれないぜ。よし、やっちまう。かかってこい、この野郎。ぶち殺してやる。主に30ゴールド返せ。アイテムで全体とかそういうのはないから、単体で倒していくしかないんだが、一撃でやられていく。あ、ナイスナイスナイス。そういうのいいよ、そういうのいいよ。はい、勝ちと。くそ、強えじゃねえか。ガキだからって舐めてたぜ。畜生、また覗きたいときは言ってくれよな。おりゃ覗かれたい。さっさと逃げようぜ。これは一体ポイントもらえるだけ。あー、ボス討伐の生産ポイントもらえるだけか。まあまあ、でももらえたんならよしとするか。金返ってくるわけじゃねえのか。まあとりあえず町でできること大体した気がするんで、あとはダンジョンに入っていって、それでイベントこなしていくか。左、右がなんか、確かまだ、道が続いてたよな。逃げとこう。まあ、全然、こっち4人いるし勝てると思うんだけど、無駄に。お、なんだこれは。石像調べますか？はい。くげげげげげ。普通にバトルになるだけかい。まあでもこれもな、ポイント集めのために。今んとこすげえ順調だからさ、全然、戦ってもいいんじゃねえの？いや、強えな。やべ、戦わない方がよかったか？ちょっと主人公の HP が不安になってきた。大丈夫か？誰かヒールとか覚えてくれたらな。グゴゴゲグや。10ポイント!1位になった伝言書。え？倒しちゃってよかったのか今。なんか言ってたけど、グゴゴゴゴとかつってたけど、大丈夫だったんだろうか今のは。広いな。え、広いな。いっぱいあるじゃん。これどこ？え？リンゴ？あ、禁断の果実。そういえばなんか、でもこれさ、すぐになんかさ、また実るから別に取ってもいいとかって言ってた人いたよな。あ、こっちに繋がってんだっていうか、ここめんどくさいけど、まあ1匹だったらすぐ倒せるから、ジェム稼ぎ。あっ、ぷっちゃっちゃっちゃっぱったー、めんどくせー。あ、いや倒せ。おー、しなす。素晴らしい、おしゃれしようぞ。そして戻ってと。あそこもなんか気になるな。骸骨が。先手取ったんなら行っちゃおうぜ。ジェム稼ぎしよう。いけるでしょ。よし、ナイス。今回も一発目から S ランク狙っていくかな。前回は A までしか行かなかったけど、今回は S を狙っていく。あ、で、釣り竿あるからね。何が釣れる？ボスだったらだるいボスですね。こんなところで釣りしてるバカ野郎がいるとは、笑いもんだぜ。何か釣れるわけねえだろうがバーカー。結局中ボスか。しかもなんかのイベントに関係してるわけでもない、ただの純粋な、しかも超強え。しかも強え中ボスかよ。だる。これさ、回復アイテムがちょっとでもあればだいぶ変わってくるんだけどな。主人公が生き残らないとあの武器の進化を発揮できないんだよ。クゴボグバンバー。ここに骸骨が、あ、ちょ、うわー、おー、ごめんなさい、すいませんでした。こいつ剣、横の剣は調べれないのか。安らかに眠ってる骸骨があります。語りかけますか？はい。スケルトンキング、ワールドネブル様だけれどいい度胸なり。モンスターが襲いかかってきたけど、
こいつを倒した暁にはなんか奥の剣がもらえそうだから積極的に倒していきたい。こいつは4人いるからね、こっちはね。なんだって倒せんじゃねえのか、さすがに。ちょっときついね。ちょっときつい。ナイスナイスナイス。そんなに強くなかったな。ガラゴロガラー。わっはっ、こいつらだったってこと。あの墓の中の一人。はいはい。わっはっ、体半分。何なんだよこれは。これだったらまだ全部石化してた方がマシだったよ。いやちょっともうちょっと待って、完全に直すから。ん？はっ、いや今のはやっぱギリギリ許されるか。うん、くっくるな。殺す慈悲もなく殺す。あやべ、間違えた、殺しちゃダメだ。あ、やべ、死ぬな、死ぬな、死ぬな。防御しよう。防御しよう、防御しよう、防御しよう、防御しよう。あ、ちょっと何してるお前ら、防御しろ、防御をしろ。あ、殺してしまった。殺してしまいました。すいません、殺してしまいました。これちょっとさすがにロードか。これ忘れてた、こいつ殺しちゃいけないんだった。入ったら終わりなんすね。そんなブービートラップなくない？あの、見つけました。どうすればいいんでしょうか。あの、何かアイテム。あ、悪魔の果実。胃袋を破裂させると言われてる恐怖の。これなんか飾ってるやついたよな。こいつか？ダンジョンにある。これこれこれ。でもこれどうすればいいの？売れんのかな？売れない。釣り竿はまだ使うかもしれない。ここここ。あ、剣なくなってる。は？ふざけんな、おい。あの剣が気になって倒したのに。まあいいか。どうせ倒すべきだったんでしょう、おそらく。で、こっちに階段があるんだよね。え？やばいやばいやばい。ちょっと進みすぎ進みすぎ。絶対まだなんか行ってないとこある。他、全部調べてから行こう。え？何あの左下の。ちょっと怖い怖い、お前怖い、マジで。左下のこれ何、これ、なんだこれ。あ、左側にも階段あるわ。あ、こっちもか。うわー、いやいや、あ、すいません、覗いてないですよ今回は。今回は覗いたつもりはないんですけどね。あの、すいません。え、毒の沼地。ラミオは、曜日な微笑みでこちらを見てみますが戦いますか。ちょっと待ってくださいね。戦うかどうか選べるという。まずこの毒の沼地のこの元を立てない。なるほど、戦うしかないのか。 OK、 じゃあやろう。倒していいんだよな、わかんねえけど。てかこいつあれなんじゃねえの、あのさ、メデューサなんじゃねえのかこいつが。だから石像にさせられてたあいつ、こいつのせいだろ。てかめっちゃなんかやべ、混乱食らっちゃって、もうむちゃくちゃだ。ちょっと、あーでもなんか死ねえけど敵ちゃんと攻撃してくれてる。あーもう最悪なパターンの敵来ちゃったね、ついにね。あーでもなんか死ねえけど、なんか死ねえけど混乱してんのになんか結構敵を殴ってくれるな。だったら、あ、だったらいいや。あれあれよしよしよし、倒した。この私が人間の中に負けるなんていいやー。20ポイント。あ、ここか。てっきりあの、町のさ、すぐ手前にいた、こいつかと思ったらそうじゃないんだ。こっちだったか。はあ、まあまあでもいいや。どん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 町が、町の呪いが、この子かな？え、私の呪いを解いてくれたの？でも全然胸のサイズが大きくなってないわよ。本当に呪いを解いてくれたんでしょうね。全然治ってないわよ。ウキー。もともと何の呪い？あ、そっちそっちだったんだね。寝たきりの呪いだったんだね、おじいちゃんがね。君のおっぱいは多分関係ないね。うん。おほ？おほーほー、髪が戻ったわい。そっちかい。髪の毛かよお前の。どうでもよかったやんここ。ウキー。ここ一番被害少ないやんけ。寝たきりなんかと思ったら髪かい。まあ大抵の貧乳好きって、まあちっぱいも好きだけど、まあ同時に
まあ普通に巨乳も好きなんだよね。普通に全部のおっぱいが好きっていうだけで、ちっぱいのみ特化して好きっていう人ってあんま多分いないんだよ。まあ本当になんかガチのなんかさ、ペド的なさ、あのガチの人いるじゃんたまに。ガチのそのロリ的な人に関しては別かもしれないけど、大半の人のそのさ、貧乳も貧乳で素晴らしいみたいなこと、使用者についている装備品を全て外すことができる。売ろうこれ。こんなん使わなくていいもん。だから別に呪いの装備してないし。そうだから別に多分さ、全てのおっぱいが好きなだけなんだよね、単純に。石像しよう。はい。グガガガガガ。まあベラベラと語りましたが、まあ、私はあの全てのおっぱいを、あのおっぱいであれば全て素晴らしい派なんで、ちっぱいが特別素晴らしいというわけではなく、大きいのもいい、ちっちゃいのもいい、全部いいっていう、多分その派閥が一番多いと思うんだよね。20ポイント。誰が治ったんだ。あ、こいつだったのか。治った。おお、呪いが解けた、呪いが解けたぞ。これでついにあの言葉をあんたに伝えることができるよ。この一言をあんたに伝えるのがこの使命、存在意義なんだ。そして今その時が来てしまった、やっと言える。でも怖いんだ、この一言をあんたに伝えたら俺はどうなってしまうんだろうって。それでもあんたは俺に話しかけてくれたんだよな。だから言わせてもらうぜ。装備品は買うだけじゃダメだった。装備して始めた効果が発揮されたものなんだ。ふう、やっと使命を果たしたぜ。これのために俺はあいつをわざわざ倒して、まあでも20ポイント手に入ったから、うん、全てばあの無駄になったわけじゃない。20ポイント手に入ったから。あ、そうだ、あと聖杯売ろうとしたんだった、忘れた。うわ、売れないんだこれ。何のために使うんだ。まあでも釣り竿はもうさすがにいらないよね。いや、わからない、後でいるって言われる可能性があるから、ここで一応セーブをしておくけど、多分釣り竿いらないから売っちゃって、30ゴールドで買える、薬草60回復するが最大20減る。あー、もう最悪これでいいかな、これでいいかな、もう。うん、こうしよう。主人公が生きないとやばいんで、宿屋がないのがきつすぎるな、この RPG な。で、こいつとバウバウバウ、うん、でっけ。まあでも勝てると思う。ちょっと待って、こいつ避けすぎ。あー、でも大丈夫か、当たってる、当たってるのか。結構避けてくるんだね。なるほど、避けてくるけど敵の攻撃も結構高い。いや、強え、こいつ。やべえ。主人公が攻撃当たらなければ大丈夫。あー、主人公に攻撃はやめてください。主人公以外なら誰でもいいんで、マジで。どんどんこいつら死んでっても主人公の攻撃で、主人公やめろっつってた、バーロー。やめろ、マジで。これ、最悪リセットまであるな。主人公が攻撃受けすぎてる。主人公以外はいくらでも攻撃くれていい。あー、しないっす。どうなんだろう。人間、羨ましい。町へ戻れますか？また何か変わってんの？ん？人間羨ましい。あっ！わかった。ここだ。はっ？え？どうしたって言うんだい？どこへ行ったって言うんだい？ちょっと？え？あの子はどうしちゃったの？ねえ、あの子どこ行ったか知らない？誰か。あっ！え？何？犬を探していた町娘が結婚するんだって。あ、その相手、あの犬です。犬と結婚することになっちゃいますけど大丈夫ですか。多分あれだな、永遠の愛を誓いますかみたいな感じでチューするタイミングぐらいで多分あれなんじゃないか。本日これより神の女において無口な男と犬を探していた町娘の名前で呼んでやるっつってんだろうよ。だからよ、まず神への誓いの言葉を。何時、無口な男は犬を探してる町娘の爪とし、健やかなる時もどうのこうの。はい。何時、犬を探していた町娘は健やかなるどうのこうの。はい、使います。ではお互いの指輪交換を。無口な男は犬を探していた町娘の指に、犬を探していた町娘は無口な男の指に指輪をはめた。まだか。何時、二人は神の前で夫婦となることの証を見せたまえ。これ多分チューするタイミングなんじゃないのかなって思うんだけど。あ、するんだ。チューしちゃうのね。あの、いろいろと禁断のその道徳的なあれがいろいろとあれだけどね。うん、ああ、ここでか。一体どういうこと。気を確かに。
素敵な彼が飼っていた犬だったなんて私は夢みたいなのでしょうか。でも飼っていた犬が帰ってきてくれて嬉しい。周囲からの呪いの気配が消え去った。まあ何はともあれ良かったのか良くなかったのかよくわからない微妙なあれだけど、どうしてもっと早く気づいてあげられなかったらさ無理だろ無理があるだろまさかそんなことになるなんて誰が想像できるって話だから。そう、そろそろでもほとんど呪い解いたんじゃねえのか。ん、ここ穴あったっけ。あ、へえ、ショートカットできるようになったんだ。おいおい、ちょっと待ってください。え、こんにちは、タミノさん。私妖精のルビー、いたずら大好きって。何こいつ、無理やり、え、銃回復できたか、なんだか気持ち悪い。え、あ、なんか無理やり食わされたんだ。またどっかで会ったら遊んでね、バイバイ。 HP10 回復したけど何か食わされたみたいだけど、一体何を食わされたんだい今のは。一体おおい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 、ラスボス、おいおいおいちょっと待ってくれ、いいのかな。まあ行くか。まあラスボスだよね。はい、まだ解いてない呪い結構多そうだけど、いいのか、言っちゃって。あー、もうでもいいや、始まってたからもうせえやでもなんかそんな強くなさそう。あ、呪いの根源って書いてある。こいつ呪いの根源なんだ。だとしたらこいつ倒したらもう終わりだけど。あ、行っちゃう。もう倒した。あ、倒した。あ、もう倒したよ。てかこいつのこの呪いの根源のあんま強く、あ、ん、強いのかやぞ。ほら、あんま強くないじゃん。あんま強くないというところからさ、するにサブイベントがメインの RPG だとすると、まだまだなんかもっと強い実は隠しボスがいて、そいつら倒してるのまだ回収しきれてないっていう感じがプンプンするけど、もう倒しちゃった。さすがに第二形態来る？来ないあ、もうこれでクリアなのか。とはいかないよね、さすがにね。あまりにもあっけなさすぎるようなこの魔じゃな。我が魔王どうせこいつが真のラスボス。うーわー、来たね。勝てるかこれ。主人公以外が先に落ちるんだったらあり、主人公が先に落ちたらもう絶望。カウンター、そういうこともするんだ。なるほどね。いや、いいよいいよ、主人公以外なら OK。 全然主人公以外がいくら傷つこうが関係ねえ。全然オール OK なんで、主人公さえ。あのもの、ああ、あ、あクソザコじゃねえかおい。なんだこいつ何がなんか六芒星じゃ。格好つけとるだけやが。やっちまえやっちまえ。むちゃくちゃやった。ああ、なんかすげえなんか。これで終わりなのか。なるほど、まだまだ解けてないなんか呪いありそうだったけどな。どうなんだろう。ランク制あるのかな今回は。一応ポイントいっぱい貯めたから最後に 何ランクとかって言われるんだよね多分ね。ゲームクリアお疲れ様でした。この後は生産ポイントを計算しタイトル画面移動します。正直に5円ボス討伐205、ジェム持ってんのが25、235ポイント。 SS! どんな呪いをかけられるか決めるといいかからば1コロだ。もう君に解けない呪いはない。突き進めカースブレイバーおいおいおい、かなり前作と比べて今回は、タミダさん、お母さんだけじゃなくて港も助けてくれるなんて本当にありがとう。なんと俺を申し上げていいのやら、この港を救ってくださりありがとうございます。え、もうどっかに行っちゃうの。そんなゆっくりしていきなよ。うん、私も一緒に行きたいんだけどさ、元気になったお母さんとも一緒にいたいんだ。今はダメでも私が大人になったらさ、だからその時は私とゴニョゴニョ。たまらんいつか一緒に冒険できる日まで私一生懸命魔法の修行しておくね。バイバイ。この子が大人になった姿を拝めるというわけだな。え、他はないの。あー、なるほど、確かにカエルは元に戻してないし、でもあのジジイは、まあいいか、ジジイだし女の子じゃねえしな。あのジジイがどうなるとくたばろうとどうでもいいわはいということで300円クエスト2でした。ありがとうございました。